北の国からこんにちは。はい、マキモです。シュートが上手くなりたいんじゃ。はい、今オフシーズンで自分でトレーニングしてるんですけど、僕がどうなったらもっと良くなるかって考えたらやっぱシュートですね。昨シーズンは、まあ、試合には出させてもらったんですけど、なかなか結果を残すことができなかったんで、来シーズンは、結果、得点、アシストっていう形で出していきたいと思うんで、シュート練習をちょっと多めにしていきたいなと思っています。シュート練習していきます。なんでシュート練習の動画を今日は上げたいと思いますんで、また今年もよろしくお願いします。いってみよう。マキモチャンネル。さあ、どういう意味しようと言うの。外れ。おお、ナイスキーパー。シュートが前に。
を遡ること数日か前。今日このグラウンドに来たんでボール蹴っていきます。有料なんでね、しっかり元が取れるように練習していきます。今日ね、あと一人沖縄SFでプレーしてたゴールキーパーのイニシファイトっていうやつがと今日一緒に練習するんで、ちなみにそいつは大遅刻してます今。ギリギリ間に合いました。セーフです皆さん。よかった、間に合った、振り走った。はぁ、あ、しんどい。あ、登れた。次の日。大晦日。ありがとうございます。マキモチャンネル。は
い。実は、はい。継ぎはぎの動画で申し訳なかったんですけど、まあ、実は別日に撮ってます。はい。本当は YouTube 上げるつもりなくて、普通にシュートシーンを動画撮ってたんですけど、まあ、上げちゃろう思いまして、まあ、自分で見返すためにも YouTube に上げようかなと思いまして、上げました。はい。見てもらったらわかると思うんですけど、僕シュートがすごく伸びしろがあるということでして、はい。まあ、まだまだサッカー人生続いていく中で、やっぱオフェンスなら点が決めれる選手、前線で結果残せる選手っていうのがやっぱり重視される、怖い選手になると思いますんで、ゴール前でのシュートだったり、そういった部分にフォーカスして個人的にも練習していきたいと思います。今回はご視聴ありがとうございました。にょ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。